こんにちは。いつも私は冒頭、こうやって立っていますが、足場が傾くと、倒れます。倒れます。倒れます。そこで昔、私に AI を搭載して、強化学習を使って立ち続けるように学習しました。その時は体もプルプルしまくっていて、傾いた地面の上でも立ち続けることができませんでした。そこで今回は、プルプルも減らし、傾いた地面でも立ち続けることができるようにしてみたいと思います。そのためにまず、足の下の地面の傾きを検知するためのセンサーを取り付けます。膝下からレーザーを発射し、各レーザーの衝突距離から地面の情報を取得します。そして、学習時に地面を一定の範囲内で傾けます。一定回数学習ごとに、地面の傾きはランダムに変更します。こうすることで、よりいろいろな状況での学習ができ、汎用的になりますね。今回、1秒間に200回物理計算をしています。この時、物理計算1回ごとに毎回毎回関節の動かし方を決定してしまうと、動きがプルプルになりがちです。なので、物理計算10回ごとに行動決定を行うようにしています。さらに、行動決定時、一つ前の決定と全然違う行動をした場合、罰を与えることでも、プルプルしない手助けをしています。その他、細かい学習の仕方や仕組み、報酬設計は前回の動画と同じです。これで、2000万ステップ学習しました。それでは結果を見てみましょう。傾いていない地面は当然余裕ですね。ボールも耐えます。前回に比べたら挙動も相当改善したことがわかるかと思います。地面をランダムに傾けてみましょう。その場に留まることはできていませんが、徐々に移動しながらバランスをとっていますね。いろいろな傾きに対応することができるようになりました。こんな風に、傾いた状態で回転する地面にも対応できます。学習時の傾きは最大10度でしたが、15度くらいまではギリ対応することができます。傾きが20度を超えるとさすがにもうお手上げですね。ということでどうでしたか？ただ立つというだけでも、いろいろと考えないといけないあたり、人型ロボットの制御は大変ですね。それではコメント、どしどしお待ちしております。